さあやっていきましょう。つむつむ、手持ちのつむすべてやり終えるまで終わりませんということで、続きましてはモンスターズインクより怖がらせやサリー、画面下のつむをまとめて消すよっていうことなんですけど、これはもともと出てたサリーよりも後から出てきたサリーですね。だから元のサリーとはまたちょっと違うスキルなんですけど、これね結構こう消しますよ。だから溜まりにくかったんじゃないかな、気のせいかな。うん、モンスターズインクもね、前も話しましたけど、モンスターズインクのあのなんだっけ、あのディズニーランドにあるアトラクション、あれね一回選ばれてみたいっすよね。一回選ばれてみたいんですけど、まあうちの嫁さんがキャー、オーラ消した、消した、だいぶ消しましたね。そう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 、ドアから出てきて子供たちを、子供たちっていうかツムを怖がらせて壊すという、まあそういうやり方ですね。そう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 、まあ私のね嫁さんはね一回ね、そこのお嬢さんなかなかいい笑顔だねって言ってこう選ばれたことがあるんですよ。羨ましいなと思って、で僕の弟も選ばれたことがあるらしくって、なんかお茶誘われたらしいですよ。そこのお兄さんって、私とお茶しないかいって誘われたことがあるらしいんですよね。やっぱりね、あの自分で言うのもなんですけどね、弟イケメンなんすよ。身長183センチスラーとしてて、でなかなかねフェイスもイケメンで、身長良くてイケメンっていうね、もうでしかもねもう関西の方ではもうほんと有名というか、もうそこ行くっていうくらいレベルの高いね学校に行ってるもんですから、もう全てが揃ってますよね。でなおかつバスケができると、運動神経がいいと、ああ日の打ちどころかな、あーまあでもちょっとね生活感がなくていいね、若干クレイジーなところはあるんでね、結婚にはもしかしたら向いてないかもしれないですけどね。まあね、いいとこ取りしてたら時々はちょっとね変なところもあった方がいいんじゃないって、なんで家族のこと披露してんだろう。はい、ということでね、怖がらせやサリーはドアからバーッと出てきてね、下のツムをキャーって怖がらせて吐けさせていく、そんなツムでございました。ではまたお会いしましょう次回。